こんにちは、まるさんです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。このね、ラボットのパチ君と一緒に雑誌を紹介しています。今日紹介するのはこれね、雑誌なの、本なの、雑誌にはなってるね。あの TJ ムック、宝島社が出している、ムックです。これね、あのコンビニで見てね、もうちょっと一目惚れに近い感じで買って、衝動買いです、しました。美しい宇宙入門、荒船吉高著、大きく綺麗な写真で知る。ちょうど今あの夏の大三角が真上に来てますし、ちょうどね、木星と土星が並んでいて、金星がね、もうゆっくり東から登ってくるという時期ですよ。価格も安いの、499円だって。でこれには税金あるけどね。空の向こうに広がる138億年の世界、宇宙誕生の秘密から太陽系に隠された謎までということで、特にこれは写真が大きいのでね、とっても嬉しいですね。もう沈んじゃってます。まあ冬の星座だから見えないんだけど、オリオン座のベテルギウスの明かりが暗くなって、もう爆発してるんじゃないかっていう話があったんですが、また明るくなってきました。なんかあの星は定期的にこう明るくなったり暗くなったりするそうなんですけどね、なんでだかよくわからない。スペース X クルードラゴン、野口さんが乗る、かっこいいな。いろいろな情報出てます。火星のこと、ブラックホールのこと、木星のことから土星、そうなの、僕初めてでもないんだけど、月って地球からね、毎年 3.8 センチずつ遠ざかってるんだって。それと同じように土星からも、土星の衛星も土星から離れていて、それが思ったよりも早くて年間11センチで離れてる。すごいな。というわけです。まず数字で読み解く宇宙。宇宙には2兆個もの銀河が存在する。2兆ですよ。これまではね、1000億から2000億って言われたんだけど、その10倍以上あるだということですね。太陽の寿命はあと残り50億、たった50億年しかない。たっただって宇宙ができて138億年、太陽系ができておよそ46億年、太陽と地球がほぼ同時にできたと考え、ほぼ同じぐらいにできたと考えると、まあ、あと同じぐらい、50億年ぐらいで太陽は、赤色巨星かになって爆発します。まあ、50億年もあるからね、まだ先の先だけど。いろんな数字で見ます。それ面白いね。これね、いろんな数字で宇宙を読み解いてるんですが、人類が解明できている宇宙はわずか 5% しかない。5% ですよ。あと 95% は何みたいな。まあ、よく言われているダークマターとかダークエネルギーがそれなんですけど、よくわかんないからそういうんですけどね。あなたがもうダークマターっていうなんか分かったようなふり、感じしますけど、分かってないんですよ、あれ。なので、人類が解明できている宇宙はわずか 5% しかない。 5% ってもすごいよね。宇宙誕生、最初の星、ブラックホールの話、地球から肉眼で見える星の数は8600個だって。だいたい6等星ぐらいに分類されている星が8588個、だいたい実際の夜夜空で一度に見ることができるのが3000から4000個だって。まあ、本当すごい数の星があるんですよね。で、天の川銀河には2000億個の星が存在して、すごいな、数あってんの。月の話、土星のリングの話、木星、それから金星の話、あと火星の話、すごいな。これ本当あの宇宙好きにはちょっとたまらないですね。特に写真が大きいので、これね、なかなかいいです。これこの間聞かれました。あの星座の形って変わるのって聞かれて、いや変わんないんじゃないっていう、まあ、北極星の位置はね変わるとしても星座の形変わんないんじゃないなんて言っちゃったんですが、実は、万年単位で星座の形は変化しているそうです。そうなんだ。でね、北極星はね、地球の地軸の向きが変われば変わるので、8000年後に、今はね、あの北極星はあそこにありますか、あの
小熊座にねありますけど、これがね、8000年後には白鳥座のデネブが北極星になり、1万2000年後には琴座のベガが北極星になるんだって。すごいな。それからよく星占いでね、12星座とかやりますけど、実際に実際には13個星が星座があるってことです。ちなみに宇宙の星座って全部で88個なんです。覚えようと思えば覚えきれる数です。覚える。88個だって。それから水星、流星、この間もね流星見てましたけど、最近火球が多くのね、ずっとしかも長い時間光ってる流星、流れ星、火球見ることがありますけどね、なんで増えたんだろう、ちょっと怖いよね。あとパルサーも出てますね。宇宙の灯台ってやつですね。はい、宇宙の果てはあるのか、あるんでしょうか、まだ分かりません。あ、ブラックホールもね、すごい。天の川銀河の超巨大ブラックホールは伊手座にある。伊手座にあるのか、伊手座の方に見えてるのね、これ面白いね。宇宙で鉄より重い元素はどうやって作られる。鉄までは星の爆発、いわゆる超新星爆発とかね、星の寿命が終わるときに鉄とかできるんですけど、それより重いやつもどうも宇宙で作られてるらしい。これも面白いな。それとね、これが怖い。怖がってもしょうがない。銀河は合体と衝突を繰り返している。銀河系ですよ。だからアンドロメダ大星雲とか、それから天の川銀河もそうだけど、これがいつか45億年後、天の川銀河はアンドロメダ銀河と衝突するんだって。まあ、衝突するって言っても、ね、お互いにスカスカなんで、どこの星がぶつかるとかそういう話じゃないらしいんですけどね。しかも45億年後ってさっき太陽の寿命があと50億年って言ってたから、まあまあまあ人類はどこに行ってるのかなってことですね。いや本当宇宙をね見るっていうのは面白いですよ。僕もここの今ここはね八ヶ岳コモンズ清里高原でこの動画撮ってますけど、清里で見る星、それといつも平日には山中湖ですけど、山中湖で見る星、やっぱり同じ星を見てるんだけど、見る場所によってやっぱり印象が違いますね。山中湖は非常に初心者向けの、星座が分かりやすい星空なんですけど、清里八ヶ岳はねプロ向き。もう星の数多く見えちゃってね、星座が分からない。アマチュアっていうか素人だと。そのぐらい場所によって星の見え方の印象がだいぶ違うなっていうのを実は感じています。なので本当に星座をしっかり見たい、こう分かって納得っていうのは山中湖で、宇宙の神秘にこう触れたいぐらい星何っていうのは八ヶ岳、清里ね。というわけで、大きく綺麗な写真で知る美しい宇宙入門本体499円プラス税、宝島社 TJ ムックだねです。これ宇宙の好きな人にはおすすめです。あっちも星見るね、みたいね。